です。今回は機体解説、イフリートをやっていこうと思います。テイク2でございます。というのもですね、1回目ですね、撮ってたんですよ。かれこれ20分くらい撮ったかなと思いまして、じゃあ、よっしゃ、撮るよったぜ、じゃあ公開するかって確認したらですね、動画途中から声が入っていなくてですね、どうやら私はマイクの、どっか切ってしまったらしくですね。まあ、今回は、テイク2でございます。なので、簡単にですね、今回はまとめていこうと思います。まあ、イフリートは一言で言うと格闘機体ですね。格闘が非常に強い、非常にというか格闘に特化した機体です。威力も高く、格闘性能が非常に高い。そんな機体でございます。で、強化のポイントなんですけれども、まあ、全体として、機動力を上げてほしいんですけども、まあ、最高速度、私は金設計図をノーマルチケットでやったんですけども、最高速度を重視しました。あと、今だから言えるんですけれども、ブーストチャージをある程度取った方がいいです。というのもですね、ごまかし、格闘2連撃出せるんですけど、金の場合は2連撃出せるんですけども、それを打った後の、ブーストの回復とか、連続した格闘での移動とかですね、割と、ブーストチャージがあるとですね、あると生存率や機動力に直結してくるので、まあ最低でも半分ぐらい、まあ本当はマックス近くあった方がいいと思います。適性ももちろん重要なんですけども、ブーストチャージを意識するとこの機体はいいんじゃないかなと私は感じています。まあもちろん他も重要なので、マスチケの場合は全体的に上げる。ノーマルチケットの場合はこんな私みたいな感じでいいんじゃないでしょうか。それでは、武器に行ってみましょう。武器は大きく分けて、3つでございます。ショットガンと、格闘と、あと、まあ、バルカンやクラッカーとなるんですけども、まあ、ほとんどショットガン、クラッカー、格闘、この3種類で終わってしまうと思うんですね。ほとんどの人がそうだと思います。私はちなみに2つしか入れてません。というのも2つ、まあ、ノーマルチケットの強化っていうのもあるんですけども、2つでやっておくと、この、機体バランス171、180を超えている。これはなぜか、何かっていうと、F バズーカですね。強襲の F バズーカが7700ダメージなので、それに地上で食らってもこけなくするために、171をキープしておくと、F バズーカでこけなくなります。まあ、空中で当たったらこけるんですけども。なので、まあ、生存率とか、あと継続戦闘能力を高めるために181。で、まあ、そのために武器を一つ外してるという感じです。まあ、基本的にそんなに使うことはないので、一時期初期は、こいつグレネードスロワーだったので、グレネード使ってたんですけど、今はショットガンを使っております。ちなみに特性は、グレスロ、コンカス、スプレーシューター。まあ、スプレーシューターの一番はコンカスですね。こいつの場合に限ってはコンカスが非常に大当たりだと思います。まあ、次はスプレーシューターかなという感じですね。どちらにしろグレネードスロワーとスプレーはほとんど使わないので、コンカス以外はまあ、合ってないようなもんだと思っていいと思います。ショットガンをメインでこいつで使うようだったら、他の機体がいいと思うので、あくまでもおまけです。私はなぜショットガンを持っているかっていうと、空中で高飛びされるパターンがあるので、そういうのを叩き落とすために、ショットガンを持っております。よくあるのが、地上戦で、結構高く飛ぶタイプ。その場合、格闘が入らないので、ショットガンで当てる。で、M 型が流行っているんですけども、M 型だと若干火力に乏しくて、ひるまない敵も多いので、ショットガン。本当は F 型がいいんですけども、F 型は、積成が、ちょっとね、バランスが170切ってしまうので、ノーマルで、我慢しております。まあ一応こいつ、連射式フロートのショットガンとかあるんですけども、まあ、今、これはわざわざ、今思えば、これは特に装備する必要はなく重いし、実でいいんじゃないかなと。で、こいつのメインである格闘にも、まあ、何種類が、あるんですけども、威力が基本ベースは格闘機体なので、ベースが高いです。で、金設計図限定で D2 式があります。銀は D 式。で、何が違うのかっていうと、D2 式は2連撃出します。しかも他の機体にない、初撃目と2撃目、両方とも2倍というですね、ダメージ。だから6600の、13200のダメージが2発で、26400というですね、瞬間火力を叩き出すというですね、脅威の火力でございます。これにコンカスが乗っかってくると、さらに火力アップ。なので、こいつは、本当に格闘、この D2 式を極める機体でございます。ただ、D2 式の特徴として、振りが1撃目、2撃目、もちろんそうなの違うんですね。1撃目は毛先切りと、動画撮ってますね。
すごいタイミングできましたね。ぶっこんできましたね。ちょっと集中。けさぎり。そう、一撃目がけさぎり、なんですね。右斜めからの、なんていうんですかね、右斜めから、肩から左の腰の方に行くけさぎりっていう斜め切りですね。押して、そこから二撃目は、まあ、動画でよく私やってると思うんですけども、そこから、居合切りのようにですね、そこから持ち手を返して、つばめ返しという感じでですね、居合切りに行くという二撃目。で、特徴として一撃目は、その毛先切りのために、縦に判定が結構強いです。なので、一撃目は非常に縦に判定が強くて、まあ、強く、ちょっと浮いてるにも当たります。で、二撃目は、左半、ここから攻撃が出る関係上、自分の時期の右側に一切判定がないです。それは武器が振り終わるまでないので、狙い方をちょっと注意しないと全然当たりません。私の動画でも何回か空振りブンブン丸をやってると思うんですけども、空振りブンブン丸になる理由は、その当て方。あとは相手が分かってると、そのイフリートが正面から来ました。イメージしてくださいね。正面からイフリートが来てます。イフリートが正面から来たところを、こっち側ですね。相手、こっちからこういう形で2撃目が来るので、自分としてはイフリートを正面から来たら左側にかわせばいいんです。左側に、自分の左側ですね。左にかわすと、比較的ですね、こういう、かわせます。右側は割と地雷。右側に行くと2発目が来られます。ただし、初撃目、1撃目はこう、けさぎりで来るために、左側にジャンプしてかわすと食らいます。で、1撃目は右なんです。2撃目は左側にかわすっていうですね、そういうのをもしフリートが見えたら、そこまで判断できるかわかんないですけど、やると、かわす成功率上がるんじゃないかな、という感じです。で、二撃目は、特徴として、水平切りなので、ジャンプしてると一切当たりません。一撃目は縦に判定があるんですけど、二撃目は、横にしか判定がないので、結構ですね、二発目を当てるのは難しいです。なので、やるんでしたら一撃目を意識して狙う。で、二撃目は移動に使ったりとかですね、そういうのをメインにする。で、機動力を重視するために、どちらも伸びはあるので、二発撃つことですごい早いんですね。ケンプファーより早いですから、二撃使うとき、地上戦である、起きる。ケンプより早いので、その機動力を活かした、一撃撃って敵を倒した後に、他、自分の方向、元の方、いた方向に戻る。とか、一撃撃って、一回切って、相手を確実に倒した後に、もう一回さらにどっかに、二連撃行くとかですね。とにかく好きなく動くことが大事です。ただ、好きなく動くために最初の話に戻るんですけれども、ブーストチャージがないと、やっぱり格闘ね、ガン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 使うので、どうしてもですね、その隙が出てしまうんですね。ここね、ブーストチャージが若干あると、そういう隙をカバーできるので、まあ、ごまかしが効くので、若干あった方がいいですよっていうのはそういうことなんですね。とにかく、こいつをやるんでしたらば、ロングは D2 式ないしは D 式。まあ、D 式でもね、一発目がで止まるだけなんで、二発目は、銀でも一応できると思うんですけども、やっぱり金の方がいいのかなという気はします。銀だと二発目が出ないんで、他の格闘機とほとんど同じになっちゃうのでね。それ、立ち回りがだいぶ変わります。で、覚えておいてほしいのは、基本的に横に判定がほとんどないので、縦はものすごい伸びるんですけども、横にはないです。だから、自分のイメージとして、ここの縦の攻撃ラインをイメージとして、だいたいヒットボックスを覚えておいて、そこにいると当てられるっていうのを、イメージしましょう。これ非常に口で伝えても難しいんですけども、やってるとわかるんです。こいつは、この距離だったら当たるっていう。すごい伸びるんでね。この距離はダメとか、この横にいたらダメとかですね。そういうのを微調整しながら、二連撃をどんどん振っていく。なのでね、この機体は、一言言いますけど、難しいです。難しいので、使ってみた感想と、食らう感想。だから、向かってきてやられた時の感想と、自分で使ってみてその動きを再現するっていうのがですね、非常に難易度が違うので、はっきり言ってそんなにね、流行らないと思うんですよ。まあもちろん強いのは間違いないんですけども、強いっていうか、瞬間火力とか火力は高くて格闘性能は高いんです。間違いなく高いんですけども、その横の反転のなさとかですね、そういうのを考えると、そこまで、めちゃめちゃなことではないので、しっかりと対応すればなんとかなります。ただ、格闘の伸びがものすごいあるので、よくあるんですけども、こいつを攻撃しました。ノーダメージっていう表示が出るんですけども、それ他の機体もそうなんですけど、
格闘判定がすでにできてる可能性があります。格闘っていうのは、打った時に。なので、格闘打ってるおぉびっくりした音大きくなってますね。びっくりした。まあ、格闘ここから敵が打ってこう来てますっていう時に、ここにバズーカ打ってももうすでにそこ実像はそこにいないパターン。だからノーダメージで出ちゃうんですね。ここに実像いますよみたいなね。なんで、結構ですね、割とラグい環境にあると厄介ではあるんです、間違いなく。ただ、そんなにめちゃめちゃに、格闘が当てやすいかっていうとそうでもないので、まあ、そのさっき言ったような対策を取ってみましょう。基本はね、左右、どちら、左右に動く。縦よりも左右です。縦は、割と食らうんでね。特に、イフリと来た右、まあ、右側のが安定ですかね。どちらかというとね。自分から見て、左側。イフリとか正面から来たら、左側に避けるように意識してみると、ちょっと、対策しやすいんじゃないかなと思います。それでは、次、モジュール。モジュールはですね、コンカスじゃない人。コンカスは、何も装備しなくてもいいとは思うんですけども、コンカスの人はフルモジュール。で、おすすめは、格闘関節制御の2。格闘膠着を下げる。と、これ。格闘出力制御3。これ絶対必要。ダッシュ格闘時のブースト消費量を軽減する。ですね。これがないと、継続戦闘能力にかなり影響が出るので、これは絶対やりましょう。ね、ブースト消費量を軽減する。これで数打てる。で、隙もなくすっていう。なんで285秒っていうちょっと大きくなってるんですけども、重要なので、そこはですね、意識して、入れるといいと思います。ちょっとだけ最後に演習をお見せして終わろうと思います。まあ、誰もいないだろうというところね。そう。なんで、こいつは強化する際は足回りはもちろんのことで、まあ、D2 式1本でも最悪いいですよ。あとショットガンも、まあ、持たせられたら持たせる。クラッカーはちょっとね、あんまりやってみたんですけど、ショットガンの方がいいです。なんで、ショットガンと、まあ、私の実識みたいな感じにやって、で、あとは、どうやって格闘を当てるのかっていうのをメインで考えること。だから、この機体の強化とかよりも、この格闘をとにかく使って癖を覚えることがすごく大事です。ね。この毛先っていうのは、これです。斜め。一瞬踏み込んでからの斜め。で、二発目がこの毛先。横の水平切り。一、二と。ね。一、二です。これを覚える。これは、この、斜めで切ってるせいで、縦にも判定があります。これに二発目はないです。二発目は判定はすっごい狭いです。二発目は基本的に移動として使うような感じで覚えてくれる。とにかくですね、モジュールを積んでおくと、こういう形でいけるんです。ただ、すぐブースト切れちゃうので、ごまかすんですね。こういう感じで、次は、あと、ディレイが効くので、割とごまかしを使う。で、2発、3発やるとかね。こういう形でやると3回でさらに距離いけるとかですね。もしくはこうやって逆に戻るとか、非常にですね、細かく動く感じです。こう、真後ろにいけるんでね、例えばここからスタートします。はい、こういう感じで戻れるんで、その辺も慣れると、できるようになりますから、いろいろですね、こういうリボーコロニーなんかは、こう、どんどん動けるわけです。こういう形でね、どんどん動けるわけです。そういうのをうまく使うことで、他の機体にはないですね、格闘、超機動力格闘攻撃ができるわけですね。しかも、攻撃をしながら移動できるっていうのは非常に優秀ですね。しかも1万3000ダメージ。これは間違いなく。まあ、その辺でね、ただ、当たり判定が結構癖があるので、覚えていかないといけない。ただ、こういう壁戦においてのイフリートは超脅威ですから、やり方と対策としては、地上走ってることが多いんで、こういう形で、召喚戦場でほとんどそうしてるんですけども、こうやって建物の上で戦う人が多いです。ね。そうすると、地上走ってる私のようにイフリートには攻撃がなかなか難しくなる。ただそうすると、今度は、見渡しがいいところになるんで、今度は敵の攻撃がこうね、ライジンゲルグキャノンとか、ライゲルとかに狙われるっていうデメリットはあるんですけども、対イフリート戦を想定すると、この建物に乗るっていうだけでも非常に有効ですから、やってみてはいかがでしょうか。そんな感じでございました。駆け足で、やってまいりました、イフリート。これね、本当にこの、判定を覚えて、あとは、ね、この、うまくごまかすんですよ。ごまかす、格闘を振りながら、ブーストチャージをギリギリまで使うんじゃなくて、ブーストをギリギリまで使うんじゃなくて、ちょっと余裕を持たすんです。最悪ね、すぐ逃げられるように。
2発分ぐらいは使っておくと、逃げられ、基本的に逃げられますから、この 2セット分残しておけば逃げられますから、コンクラをベースして、残して、あとはちょっと、幕くごまかす、みたいなね。このモーションが終わったあたりから回復してくるんで、1発目でわざと止めてやるとか。これ、ね、だから、嫌切りですね。相手とスリン、交差するように当てる。当てる方、当て方も結構重要なので、慣れていってはいかがでしょうか。そんな感じでございました。今回、動き合わせていきたい解説いきました。イフリート。最後まで見てくれてありがとうございます。ぜひね、いろいろ他にもやってますんで、まあ、他の点もいろいろやっていこうと思いますね。駆け足でやってみました。テイク2なんでね、こんなブレ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 。とりあえず駆け足で、テイク2なんで、テイク1で言えなかったこととかね。You got mail! びっくりだな。今回なんかいろいろイベントがあるな。そんな感じでございました。電話じゃなくてよかった。最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。